どうもこんにちは、今回はですねかなり厳選した荷物、明日からですね島並海道に自転車キャンプに行ってこようと思うんですが、荷物をねまとめましたので今回ご紹介したいなと思います。実際にですねキャンプに行って帰ってきましたが、このようなパッキングになっています。まあさすがにですね自転車乗ってる時は薄着なんですが、夜は寒いだろうということでこれを持っていきました。で実際にやっぱり夜は寒かったのでこれがないとね結構きつかったなと思います。こちらが上着です。で、こちらがですね椅子になってるんですが、モザンビークの折りたたみ用の椅子、まあ、ちょっとね重さはあります。重さはありますがこんな感じでですね予備のティッシュだったり、ゴミだったりそれを入れてました。ここに今一緒に巻きつけてるんですが、これがですね着替えのズボン、あと帽子だったりとかですね、まあ、ちっちゃいものでわりかし取り出しやすい位置に置いておきたいというようなものは、まあ、ここに入れるようにしてました。まあ、ネックとしてはね重たいのでどうしようかなと思ってたんですが、結局ねやっぱキャンプ場行って地べたスタイルで、過ごすよりもですね、自転車で漕いでる疲れがありますから、こういった椅子の方がやっぱりね過ごしやすかったです。これは持ってって正解だった。そしてですねテントはネイチャーハイクのクラウドアップ2、これもね、どれぐらいだろう 1.6 から 1.8 キロぐらい確か重さがあったと思うんですが、僕が持ってるテントの中でですね自立式のものっていうのがこれしかなかったので、これを持っていきました。でテントはやっぱりあった方がいいので、これは必須だったかなと思います。そしてですねこのバッグ、自転車のフレームに取り付けるものなんですけども、こちらはですねまず外側にはまあ、すぐ取り出しやすいようにということでマスクをね2枚入れてました。そしてこのバッグの中身なんですけども何が入ってるかというとですねこんな感じになってます。まずメスティン、スケーターのメスティンですね、確か 600ml だったと思うんですが一番小さいサイズのメスティンです。それとですね替えのチューブはね替えのものを1本だけ用意してました。それ以外は何も入ってません。このメスティンなんですがメスティンの中にはですねまずフライ返し、まあ、これ結局使わなかったんですけど、まあ、フライ返しと、あと箸ですね、ステンレスの折りたたみ用の箸、100均で買ったやつとこれですねこの100均のステンレスの箸とこれがですね外の G ストーブっていう折りたたみ式のシングルバーナーになってます。でこれはですねまずこのシングルバーナーがぴったり入るんですよ。ぴったり入ってこの横にステンレスの箸が今ここに入りました。そしてここにフライ返しを入れて蓋をしてぴったりのサイズでした。まあ、メスティンと替えのチューブを入れてわかるでしょうか、もうぴったりなんですよね。なので自転車のフレームにくくりつけていってました。これは基本的にですねキャンプ場に着くか、まあ、そのチューブが必要になるまでは使わないので帰り道はですねもうこんな感じで、逆さまにしてくくりつけてました。どっちみちこれ開けないんでそういった使い方もできるという感じです。で次がねちょっと大物なんですがまずこの横にね LED ランタンをつけてます。よいしょ。でそれとですねこれが折りたたみ式のテーブルになってます。まあ、当然ですね軽くて小さいものっていうのもたくさんあるんですけどやっぱりこうせっかく行くんでですね、まあ、なるべく楽しみたいなと思いましてある程度の大きさのものを選んでます。こんな感じのテーブルですね。結局ねやっぱ行って思ったのはこれぐらい広さがないとなんかこうバーナーを置いて何か置いてっていうのができなかったんでやっぱこれぐらいは広さが僕は欲しかったなという感じがするので、まあ、これはねやっぱ正解だったなと思います。あとこれは個人的にその木目がいいなと思って買ったんですけど、まあ、やっぱこう見た目っていうのもねなんかこう自分自身のモチベーションみたいなものにもなるのでこれはね結構いいテーブルだったなと思います。で、この大物のバッグの中ですねこの中にはですね何が入ってるかというと、このバッグの片側を開くとですねこんな感じになってます。もうちょっと中入るんですが、とりあえずこんな感じ でもう片側がですねちょっと乱雑に入ってますがこんな感じになってまして、まずこれなんだ、あこれ枕だ、エア枕はね結局足踏み式エアマットに枕がついてたのでこれは結局使えませんでした。で次がねポケットストーブか、それと固形燃料、
1個使ったので、残り2つとなってます。でこのポケットストーブはですね、まずこれよくあるやつですよね。 Amazon で確か1個500円ぐらいで買えるやつ、それと100均のですね木製のコースター、これを一緒に入れてます。このねポケットストーブって結構下の方にね熱がいくんですよ。テーブルがですね木目調の塗装がされているので、まあ、その塗装を保護するためにですねこういった板を用意しました。実際これ使って料理したんですが、まあ、そのポケットストーブの熱がですねテーブルに伝わるということもなかったような気がします。シングルバーナーは1個持ってってたんですけど、もう1個熱源が欲しい時にやっぱりもう1個シングルバーナー持ってくっていうのはちょっと厳しかったんで、一応ですねポケットストーブを持っていきました。夕方調理しててもですねこの固形燃料の熱がやっぱりあったかかったので、まあ、そんなにかさばるもんではないので、これはね持ってってよかったなと思います。で、お風呂入った時とかなんか濡れた時のためにと思ってですねタオルを用意してましたが使えませんでした。1個ね追加で買ったのがこれです。ペグは持ってってたんですけどペグハンマーを持ってなかったので、途中ね100均がありましたんでそこで買いました。急遽買ったんですけど、まあ、大きさ的にもですねこれはこのバッグの中に入るような小さな大きさなので、これはですねテントを持っていくときは持っていこうかなと思ってます。100円で、こちらがエアマット、それと寝袋ですね。これがですね足踏み式のエアマットなんですが、なんかこうウレタンでできたマットみたいなのを持っていこうかなとも考えたんですけど、コンパクトになるのはこっちなのかなと思ってこっちにしました。でエアマットに関してはですね収納すると大きさがこれぐらいになるもの、そういうのも持ってます。ドライバッグ兼空気入れみたいなものも販売されているので、まあ、そういったものに変えていくっていうのも、まあ、コンパクトになる一つの要因かなと思います。まあ、今回はこれを持っていきました。でこちらがですねモンベルの、ダウンハガー800のナンバー3、こんな感じでコンパクトになるのはかなり強いなと思います。僕が持ってるもう1個の寝袋はですねだいたいこれぐらいあるのかな、これぐらいはあるんでやっぱり相当コンパクトになってますっていうのがこのバッグの中に入ってた、持ち物です。で最後にこちらがですねずっと身につけてた、ウエストバッグになります。ウエストバッグというかヒップバッグというか、まあ、そんな感じなんですけども、でこれね両サイドにペットボトルが付けられるようになってます。僕はですねペットボトルではなくて、こういった小物を収納してました。片側にはですね CB 缶、これもね場所取るので、まあ、こういう入れ物があるのはちょっと助かったなと思います。それと反対側が、まずオピネルのナイフでしょ、そして、これ途中で買った歯磨きセット、ペグが4本、これもうちょっと持ってってもよかったなと思います。でこれはですね基本的に自転車につけっぱなしにしてたんですけども、360度カメラ兼、一眼カメラ用の土台で、ここはですねもうちょっと物が収納できる余裕があります。でこのウエストバッグは 1,2,3 と、ポケットが3つついてまして、まず外側には、携帯灰皿、それと、360度カメラのバッテリーと自転車の空気入れ用の CO2、 これが入ってました。でこの真ん中のところですね、真ん中のところには何が入ってるかというと、まず三脚用の足、それと、ちょっと食べ物、ここにはねタバコも入ってました。それと USB のケーブル、そしてもしかしたらスマホで撮影するかもしれないと思ってたので、スマホで撮影するときはまあこんな感じで、固定できるものになってます。まあ、手持ちでもいいですし、こうやって三脚広げて撮影することもできるというものになってます。あとこちらがですね胃薬とか、絆創膏、それが入ってます。あとはね、何かあった時のための、救急テープみたいなやつと、あと、僕ねここ手がねずっと荒れてるんで、手荒れ用のクリームで、こちらがですね一眼カメラとか、スマホで撮影するとき用に、この角度が調整できる、雲台っていうのかな、それを入れてました。で、こちらにはですね SD カード、マイクロ SD カードですね、これが2つと、あとここにですね調味料が入ってます。でこちらはですねセリアで買ったものなんですが、まずオリーブオイル、それと醤油、こちらがですねニンニクと、唐辛子の粉末みたいなものを混ぜ合わせたものになります。これは行く前に作ったやつですね。でこれが塩コショウ、もともとね作る料理というかそういうのも決めてたんで、まあ、この4つあれば大丈夫ということでこの4つを選んでました。で、一番大きいところですね、一番大きいところに今これを入れてますが、360度カメラとあと一眼カメラ、ちょっとお見せするものでもないんですが、靴下2つに、
T シャツという感じで入れてました。この辺もちょっとだけまだ余裕があるかなという感じです。はい、ということでですね、以上の品々が今回初めて自転車キャンプに挑戦して持っていった品になります。もともとですね、車でキャンプに行くっていうことが大前提だったので、自転車でキャンプに行くっていうようなことを考えてませんでした。なので、自転車に特化したような、小さなものっていうのはあんまりないんですけども、それはですね、今後の課題にしたいなと思っています。で、今回ね、すごく楽しいなと思ったのが、自転車でキャンプに行くっていうことで、持っていけるものがね、限られてます。限られているので、限られた中で、自分が快適に過ごすためにこれがいるとか、やっぱりこれはいらないとか、そういった取捨選択をするっていうのもですね、なかなか楽しかったなと思います。これらをですね、全部含めると重さっていうのが多分ね、十何キロあります。15キロあるかないかぐらいあるんじゃないかなと思います。まあ重さはあるんですが、これでもですね、自転車キャンプっていうのを十分楽しむことができましたので、自転車キャンプに興味があるという方はですね、まあ、これを参考にというか、もしかしたら反面教師になるかもしれませんが、ちょっとですね、参考にしていただけたらなと思います。ということで、今回は自転車キャンプに持っていった荷物のすべてのご紹介でした。それでは。